取れた取れた。虫取りなんてガキの頃思い出すぜ。何かに役立つかもしれねえし、持っておくか。タカさん、考え直してくださいよ。そうですよ、相手が悪すぎますって。うん、純平には悪いけど、今回は。バカ野郎、てめえらそんなあっさり純平を見捨てられんのかよ。確かに今回の件はヤクザが乗った車に運悪く追突しちまった純平の責任だ。だがよ、俺たちはパープルカイザーの仲間だろ。捕まった仲間を助けに行くのは当たり前だろうが。でも相手はヤクザですよ。下手したら俺らまで殺されますって。ヤクザだから何だってんだ。このパープルカイザーの隊長、ぶっ込みのタカはヤクザなんてビビらねえ。いざとなりゃ近江連合の名前でも出して脅せば なんとかなんだろう。そんな無茶ですよ。どちらまで行く。そうですか。おい。ああ、へへ。分かったよ。なあ。ああ。へへ。何見てんすか。ジロジロ見ないでいただけます。余裕余裕。これじゃ。よし、行くぞ。やってみろ。それじゃな。
それでは。ぶっ殺してやるよ。やっちゃうよ。俺の番だな。とっておきだ。俺の番だな。
ろ。おいおい、見せてやるよ。おい。はい。はい。タカさん。こんな俺のために本当にすみませんでした。俺を助けるために命張ってくれて感動しました。何、いいってことよ。お前を見捨てることなんてできねえよ。ただ俺は何もできなかった。お前を助けてくれたのは春日さんだ。ちゃんと礼を言いな。春日さん、本当にありがとうございました。でも、なんで会ったこともない俺のことを。さあな、昔の自分に似たガキの前でカッコつけたかっただけかもな、なんてな。パープルカイザーのみんなだ。タカさん、すみません、俺たち何もできなくて。気にすんじゃねえよ。みんな無事に帰ってこれたんだ。それでいいだろう。まあ無事という割にはボロボロですけどね。春日さんもこんなに頭が爆発しちゃって。ちょっとお疲れ様でした。この頭は元々だ。使っていねえ、分かって言ってんだろ。あ、バレました。そうだ、みんなに伝えたいことがあるんだ。伝えたいこと。今日世話になったこちらの春日一番さんをパープルカイザーの名誉総長にしようと思う。ほーん、ん、うわちょっと待て。俺はそんなこと。別に春日さんが名誉総長になったからって何かしてほしいってわけじゃねえんです。ただ今俺たちがこうしていられるのは春日さんのおかげなので、それをずっと忘れないように形として残しておきたいっていうか、やっぱ迷惑っすかね。別に迷惑ってわけじゃねえけど。ああ、もちろん俺らとぶっ込んでいきたいっていうなら大歓迎です。感謝も用意しますんで。いや、それは遠慮しておく。そうっすか。まあお飾りの名誉総長くらいならいいか。春日さん、おっしゃ、決まりだ。俺らの名誉総長は春日さんだ。そして総長は変わらずこのぶっ込みのタカがやらせてもらうんで、よろしく。あ、春日さん、改めて今日はありがとうございました。こんなもんじゃ借りなんて返せねえとは思いますが、俺らの気持ちです。受け取ってください。鼻から借りなんてねえよ。俺から首突っ込んだんだから気にしなくていいのに。最後まで謙虚なんすね。それが強さの裏返しってわけか。決めました。俺、春日さんに一生ついていきます。え、なんかあったらすぐ呼んでください。いつでもどこでもすぐにぶっ込みに行きますんで。名誉総長を守るのは
俺らの使命っすから。そうか。まあ、なんかあったらそん時は頼むぜ。うっす。順平、もうヤクザの車と自言じゃねえぞ。はい、気をつけます。じゃあ、自分らはここらで。春日さんも気をつけて。おう、元気でな、総長。射程のために命かけるか。俺もちょっとはあの人に近づけたかな。いや、まだまだだな。